ラウンド6筒号、2割1分7厘1本13打点 OPS688。あかん。今日も元気に2三振4タコや。トリプル A でも打てんくなっとるやんけ。今ラウンド6ってとこにいるんや、もう全然わからん。お前変わらんかったな。こんな可愛い顔しとるのに。バビップ3割5分2厘で草、ほんまにもうあかんかもな。それでこうなるのかよ。三振が多すぎるってことか、もうダメかもわからんね。トリプル A でも7月末で枠外されるかもね。こや2本でもきついな。これ2本でも打てないな。チワワ秋山はめっちゃ打ってたし。吉田秋山筒号で NPB 時代はそこまで大きな差はなかったのにな。メジャーでも打ててる吉田とトリプル A なら NPB 並みの秋山とトリプル A でもこれの筒号。横浜最後のパーツやろ。早く帰ってきて一緒に優勝しよう。マイナー契約の選手は大抵6月に FA になれるオプトアウト権利あるから、そこから日本行きがあるかどうか。7月までに戻ってこんかったら日本でももう無理やろな。1秒でも早く日本に帰ってこな年齢的にもどんどん厳しくなるぞ。でも20億円くらいは稼いだから。やん、メジャーが夢なんやろ。アメリカで引退するつもりやろか。日本に帰ってきても福留みたいに何年かかかるやろうし、もう向こうで骨を埋める覚悟なんかね。NPB 最終年も30本打ってないし、NPB の投手筒号いなくなった後もどんどん速くなってるし、日本戻ってきてもどんくらい打てるかわからんな。日本でもどんどん打てなくなってたの今思うと NPB の高速化進んでついてけなかったのもありそう。メジャー行く前に散々言われてたわな。日本で速球打てないのにどうすんねんと。年齢に合わせたモデルチェンジが必要。メジャー昇格の鍵もそこにある。